ご祝辞を賜ります。衆議院議員小泉進次郎様、お願いいたします。どうぞお休みください。聖路強しまえ。おはようございます。ご紹介をいただきました衆議院議員の小泉進次郎です。まずは歴史ある久里浜駐屯地の74周年創立記念式典、誠におめでとうございます。そして私自身においても、先ほどの衆議院選挙で皆様のおかげをもちまして6回目の当選をさせていただき、またこのように衆議院議員として皆さんにご祝辞を述べさせていただく機会をいただいたこと、大変嬉しく、そして引き締まる気持ちでいっぱいです。先ほど奈良岡駐屯地司令からもお話がありました通り、今日本を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しく複雑な状況にあると言われています。ロシア、中国、北朝鮮、この3正面にこれからも平和と安定を東アジア、インド太平洋地域にどのようにもたらしていけるのか、そういった大変重い課題に直面しているのが今の政治です。その政治においてはアメリカでも大きな動きがありましたし、我々のこの日本でも約30年ぶりとなる、我々も少数与党ということで新たな政治の環境が生まれています。ご不安に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、どのような政治体制であろうとも政治環境であろうとも変わってはならないのは、安全保障と外交と防衛の基軸は、基本政策は決してぶれることなく、与野党ともに共通認識を持って進めていくことです。特に来年国会で課題となる一つは、サイバー安全保障を強化するために今まで日本にはできなかったアクティブサイバーディフェンスの権限をどのように実行可能としていくのか、この極めて具体的な対策が、法律がこれから審議を迎えることになります。しっかりと前に進めていきたいと思います。合わせて石破政権が誕生してから新たな課題として、これからの厳しい日本の国防を担う自衛官の皆さんの処遇の改善、こういったことを具体的に強化をしていくための新たな閣僚会合が設けられました。今日は先ほど地元の久里浜自衛隊協力会の久保田会長のご紹介がありましたけれども、久里浜自衛隊協力会の皆さんが開いてくれた懇親会の場で、私も隊員の皆さんから隊舎のさまざまな設備の不具合、そしていまだに自腹で購入しなければならないものの具体的な事例、そして自衛官の皆さんの人生を最終的にこれから安心して暮らせるようにするための再就職の在り方を変えていくこと、こういった具体的なお話を隊員の皆さんから直接伺う機会があるのも、こういった協力会の皆さんなど地域の方々の協力のおかげです。この自衛官の皆さんの率直な現場の生の声を市ヶ谷に、政府にしっかりと届け形にするために、この6期目しっかりと頑張っていきたいと思いますし、今日は隊員の皆さんのご家族も会場にはいらっしゃると思いますが、横須賀で暮らしをしていて自衛官の家族であることを誇りに思って、胸を張ってご家族やお子さんにそれを言えるように、周りもそう見るように、そんな日本になるように全力で取り組んでいきたいと思います。どうかこれからのサイバー、そして隊員の処遇改善、この大きな課題に対して最も重要なその現場を持っているのが久里浜の皆さんです。これからも長い歴史をさらに積み上げ、皆さんと共に日本の平和をさらにこれからも守り続けていくために全力を尽くすことをお約束を申し上げて、本日の74周年の私からのお祝いと感謝させていただきます。本日は誠におめでとうございました。ありがとうございました。